はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はクラロワ動画撮ろうと思います。ということでね、前回ね、まあ、トロフィー的には1700に乗りまして、あとレベルが7に上がりましたよ、ということですが、まあ、引き続きね、やっていこうと思います。ということでね、まあ、とりあえず、宝箱開けるとこから行きましょう。お。さあ、なんかワイルドカードがやたら出るね。ちょっと溢れる前に使っちゃおっか。使う。ザップだね。ワイルドカードはザップに変えていこう、ノーマルは。オッケー。あと、あ、これ新しくゲットだね。ホバリング砲、ホバリング砲。これはなんか初めて見るね。へぇ、ユニット、そうか。飛んでるやつか。マスターダイクが、最初の、発明品をアリーナに送り込みました。素早くて愉快な空飛ぶ大砲ですが、脆いのが難点です。なるほど、あれか、マスケット重視の空中版みたいな感じかな、きっと。まあとりあえずいいや。まあこのままのデッキで戦ってみましょう。いきます。まあ、タワーのレベル上がったんでね、少し戦いやすくなったかなという感じですかね。おっと、いきなり苦手なぐるぐる斧の人。あー、ちょっとまずかったか。デビドラで間に合うかと思ったけど、少し、おお、食らわなかった。オッケー。さあ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 、骨というか墓を出していきましょう。あっと、群れが来た。これはザップか、ザップかな、ザップだな。ちょっと位置が悪かったか。これは骨で対処しよう。コグライダー、オッケー。少し食らったけど。まあ、後ろからネクロマンサーも出して、どんどん骨骨していくか。あー、一瞬でやられた。なんてこった。さあ、骨骨骨だ。いけいけ。よし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 。結構入った。また、ミニペッカでやりましょう。で、多分、小骨が来るから、あ、来ないか。じゃあ、墓出そう。ウィザードがちょっと厄介かなという感じだが、おっと、これはペッカかな。ペッカさん行きましょう。ペッカでなんとか両方倒していく。謎のザップがあったみたいだが、なんだろう。ベビドラ後ろから行こう。ペッカが届かなくてもベビドラ入るんじゃないか、少し。あ、オッケー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 。素晴らしいね。さあ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 、そしてちょっとこれは入ってしまうな。ミニペッカが回ってきてなかったからね、ちょっと。さあ、でもこれは守りきれば勝てそうだね。墓出しておくか。おっと、あー、ちょっと無駄ザップだったかな、今の。そしてちょっとミニペッカ届かない。こっちからペッカ出していくか。で、後ろからネクロマンサー。それはどうだ。ちょっと待って、オッケー、なんとかなる。で、ウィザードをミニペッカで取りに行こう。あーっと、ちょっと待って、これがいっぱい。それはローリングしていこう。コグライダー墓で取る、墓で、ターゲットを移してペッカを出していく。オッケー、守りきったね。はい、とりあえず一生。宝箱いいやつ来たね、金のやつ。さあ次行ってみますか。2戦目。さあこれも墓から出していきますか。墓と
ネクロマンサー、あーちょっと待って、ターゲットが取れてない。墓の位置悪かった、しまった、これはまずい。そっか、墓が1個ずれてんね。ザップの構え、あーそれはいいや、一応ザップするか。オッケー、やり返した。よし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 、やり返した。オッケーオッケーオッケー、あー入らないか。さあ、もう一回墓立てときますか。これはね、落とし、謎ファイアボール落としたのはいいけど、こっちもねちょっと落ちそうなので、まあもう一本折るつもりでやっていきましょう。まあ右を守りながらっていう方がいいのかな。そういう考えで言うならこっちから攻めていくんだけど、さてネクロマンスターの前にペッカを、ああ追い抜かれた追い抜かれた。ちょっと待ってね、あーザップ打つか、いやミニペッカの方、ペッカたちの方に打った方が良かったか。あ、オッケーオッケー、ちょっとなんか微妙な勝ち方だったけど、まあいいでしょう。さあ、だんだん次の目標の2000が見えてきたかな。1000、2000まであとね250。これどうしよっかな。まあなんか使うか分からんけど、ロケットのが好きかなさあ次行きましょう。今回は結構勝ててはいるものの、なんだろうな、なんかちょっとボットっぽい呪文の空打ちが目立つ感じだね。さあ今回タワーのレベルが10だけど、うわー小骨がいっぱい、小骨がいっぱいはベビドラかな。ベビドラとネクロマンサーでウィザードの方は対応していこう。さあぐるぐる斧の人、なんかあれだな、全体攻撃多いな、これはちょっと苦手な感じがする。あ、それはまずい、これは一旦ザップバチッと止めて、あーでもちょっと入るな、よし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 、でも相手も落とした。これはちょっと守り寄りでいきたいかな。あ、まずい、ちょっとなんか空中のやつがいない墓出してちょっとターゲットを反らすべきだった。今のはちょっとまずかったね。謎の呪文が発動する、ローリング出すの遅かったななんかちょっとうまく戦えてないんだけど、とりあえず勝ってるみたいな状態になってるね今回は。お、これはちょっとまずいか。ウィザードにはネクロマンサーでやったけど、ちょっと食らいすぎてるな。今度こそしっかり墓を出してターゲットをずらしていこう。出た、ちょっと空の攻撃が手薄だな、空の守りが手薄だな。ペッカさん出していくか、で、ウィザードはミニペッカで取る。なーっと、これはちょっとまずいね。
で止める。鋼で、気球位置を変えて、おーしおしおし、守り切ったか。あぶねー。オッケー。お、なんだ今のは。そうだ、前回解放されたカードマスターってやつか。あ、でも違う、うん、違くはないか。バトル勝利5分の3だから、あと2回勝つとなんか起きるのかな、これ。ちょっとやっていきましょう。さあ、そして1800人勝てば乗りそう。ただね、なんか今日はね、あまりいい戦いをできてない気がする。とりあえず勝ててはいるけど。だから少しね、気合を入れ直して慎重に行こう。さあ、まあベビードラ添えていくか。中で壁作って、一応ねタワーへのダメージを防いでいこう。そして相手のタワーにベビドラが少し入って、まあ、後ろからミニペッカ出すか。で墓も出して、相手のごっついやつも攻撃していく。よし、おお分裂した。さあ、マスケット重視、ネクロマンサーでちょっと受けていくか。あー、でペッカさんは落ちる。ただ、ミニペッカが少し入ったね。ほい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 。さあ、骨骨骨と、うちょっと一旦ベビドラ出すか。ベビドラ出しちゃうとね、ちょっと空の守りが手薄になっちゃうっていうのに気づいたので、これここローリングして、あー無駄ローリングだった。しまった。まあ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 、でもこれはいけそうでしょう。よし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 。さあ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 、まあとりあえず1本折れたので、あとはねしっかり守りつつ反撃も狙っていくという感じでいいんじゃないかなとは思いますが、まあ骨だらけでいきましょうか。何も来ない。さあ、であれば落とせるんじゃないこれ。オッケーオッケーオッケー。ペッカが入ってる、ペッカが入ってる。おーしよ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 し、オッケーだね。さあ、3本折れた。これで、トロフィー1800突破ですね。お、ゴールドゲット、これは結構嬉しいね。ゴールドもね不足気味なのであるのはねかなり嬉しいですね。じゃあ次行きましょう。これでね、5勝するはずなので、あのカードマスターっていうね前回解放されたやつがどういうものなのかがわかるかもしれん。おっと、なんだあれ。おー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 おお、え、すごい攻撃早いじゃん。とりあえずペッカ出すか。さあ、ペッカの後ろに、小骨出す人を添えて、骸骨をね出していってもらいましょう。ちょっと待って、なんかこれ結構、あー、しまった、タイミングが最悪。まあまあ、でも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 、とりあえず
ペットが前の方まで、あーでもこれはダメだね。あ、よし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 、届いたか。たまえ攻撃届きましたね。これならいけそう。また墓は出しとこうか。墓出して、後ろからまたペッカさん出していきましょうか。さあ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 、で、ペッカの後ろネクロマンサー、これで骨骨で攻めると。よし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 、いけいけいけ。諦めたか、これ諦めた気配がするな。諦めたのであれば速攻で終わらせてしまおう。おお、よし、早いね。オッケーオッケー、5連勝しましたね。マスター報酬を受け取りましょう。これが、はい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 、前回言ってたカードマスターか。よくやったな。最初のカードマスターをアンロックしたぞ。報酬を受け取り、新たなマスタータスクを確認するのじゃ。これか。タスク、マスターバッジペッカーレベル1、ゴールドも1000ゲット。オッケーオッケー。タスクはカードレベル9でアンロックされる、11でアンロックされる、14でアンロックされる。あー、なるほど。レベル上げなきゃダメなのか。次、ベビドラ、タスク回収。ゴールド戦で、レベルを9、11って上げていかないと、次のやつは解放されないよという感じですね。なるほど。そうか、早くレベル上げたくなるな、そうなると。破壊師も、ランクアップ。11。なるほどね。で、ミニペッカもマスターバッジ、レベル1、ゴールドがもらえる。最初のマスターバッジを獲得したようじゃな。バッジコレクションに行けば、すべてのバッジを鑑賞できる。まばゆいほどに輝いておるぞ。あー、なるほど。ここにあるよと。マスタータスクを達成すると、このバッジがアップグレードします。さらに表示する。これはなんだ？あ、なるほど。こういう風にできるんだ。へえ。なるほどね。これで、ああ、まあ報酬受け取りましょうか。さっきのやつじゃん。これ取っとこうか。巨大クロスボウ。初ゲットですね。巨大クロスボウ、結構攻撃の速度が速かったよね。うん、速い速い速い。あ、0.3 秒、そりゃ速いわ。おや、素敵なタワーがありますね。その綺麗な顔を巨大クロスボウで吹っ飛ばしてやりましょう。はあ、なるほどね。もう一回だけやろうか。とりあえずね、5連勝したことで、カードマスターっていうののね、前回、なんだ、アンロックできたやつがね、分かったわけですが、まあ、もう一点ぐらいして今回は締めましょうか。相手がね、結構挨拶をしてくるタイプだったので、挨拶返しておきましたが、ありがとうと返ってきましたね。さあ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 。ちょっと、今のザップは無駄だったか。残ってくれないとね、厳しいよね、ミニペッカが。さあ、そのウィザード厳しい。まあ、ミニペッカでなんとか倒すしかないが、その間になんか結構削られてる。ちょっとまずいね。ボンバー、いや、この範囲攻撃のキャラいっぱい入ってんのきついな。
とこれは厳しい。なんだろう、ネクロウィザード、ネクロウィザードウォンバーの3体がねセットで入ってるとかなり厳しい。あとまだ見えてないけど、もしかしたらあのぐるぐるの斧の人がいるかもしれん。おお、なんかすげえスタンプが。これは一旦ザップの後ろからネクロマンサー出すの。うわー、ちょっと骨骨やめてくれ。ダメだ、ペッカさんがやられた。ペッカさんやられる。ちょっとこれは対処できないぞ。ちょっとこれは対処できないぞ。いやこれは無理だね。ちょっとこれは厳しい。マジで厳しい。そのウィザードがすごいのよ。いやダメだ、攻め込めない。いやしょうがねえ、ニワトリ返しとくか。これはやられたね。まあ負けて終わるのもあれだから、もう一試合行くか。ちょっと長くなっちゃうけど行きましょう。さあとりあえず墓からかな。お、相手もなんか建物出してきたね。これはじゃあこっち側に。おっと、相手建物出してきたね。さて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 、うわー、なんか建物だらけだな。これはね、でも逆に言うとなんか呪文、あっていうかそれ、そうか、その塔は爆弾か。なるほどなるほど。ちょっとこれまずいな、今までに出会ったことないタイプだな。そうか、これはどうするべきだ。おっと、これは建物デッキみたいな感じか。さあどうしたもんかな。こっちはね、なんか呪文苦手だから入れてないけど、呪文がないと厳しいかもしれん。さあペッカさんでなんとか防いでいくが、逆側からスケルトン部隊いくか。多分爆弾の塔で、なんだろう、細かいユニットを攻撃して倒していくタイプなんだろう。お、いいね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 、スケルトンがめっちゃ刺さってる。よし、じゃあ左を攻めようか。左をちょっと積極的に攻めていこう。さあ、いけいけいけ。おっと、また建物が出てきた。あ、でも落ちるね。オッケーオッケーオッケー。これなら、あとはちょっと守り抜けば勝てるか。あ、その2つだって言うと結構辛いね。さあ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 、よし、右手
かで食っちゃえばどうすることはないな。今のはゴムタワーか。オッケー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 、これは勝ちですね。そうか、建物デッキなんてのもあるのか。これはこれで面白そうだな。お、また2個なんかつきましたね。あれついてないのか。まあいいか。はい、じゃあ今回はね、この辺で終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。